鈴木清潤は日本の映画監督、俳優。本名、鈴木清太郎。弟に元 NHK アナウンサーの鈴木健二がいる。日活の専属監督として、名を馳せ、小林明、高橋秀樹、獅子戸城らを主演に迎えた。殺しの楽園は一般映画のみならず、カルト映画としても世界的な評価が高い。すごいネルワイゼン、カゲローザ 夢寺の三部作では、有縁な映像美を見せた。その独特の映像表現は、聖人美学と呼ばれた。晩年メガホンを取った、ピストルオペラ、オペレッタタヌキゴテでのアバンギャルドな作風は、世界中の監督たちに強い影響を与えている。1923年、東京日本橋の五福屋の長男として生まれる。関東大震災に被災後、本所亀沢町に移る。 1941年東京府立第三商業学校卒業後、旧正広崎高等学校に進む。柔道部に入部した。その時に、寮の同室の学生に、北一騎の品革命会誌を読むように進められた。1943年学徒出陣で王将。陸軍に東兵として入隊。フィリピン、台湾を転戦し、陸軍大位で終戦を迎える。 1946年復員して、弘前高校に復学し、1948年に卒業の後、東京大学の経済学部を受験するが失敗する。同じく東大受験に失敗した仲間に誘われる形で、鎌倉アカデミアの映画化に入るが、同年友人の誘いで小畜大船撮影所の戦後、第1回助監督試験を受け、合格を果たす。 合格者は1500人中8人だったという、鈴木の成績は23番目だった。その後、岩沢康則、佐々木康中村登るらについたのを経て、1951年からメロドラマを得意とした岩松流浪の下で、専属助監督を務めた。1954年、西川勝美の勧めで日活に移籍してからは、 主に、野口博史に指示し、1956年、中川淳を、浦山黄色共同脚本による、勝利を我が手に、を、本名の鈴木聖太郎名義で、初監督。1958年の、暗黒街の美女で聖淳に改名し、以後、1959年、赤木慶一郎のデビュー作、すっぱだかの年齢、1963年、小林明出演の、 関東無宿、1964年、野川由美子出演の、肉体の門、1966年、渡哲也出演の、東京流れ者、高橋秀樹出演の、喧嘩エレジーなど、モダンで新鮮な色彩感覚と映像リズムによる独自の世界観を作り出し、清純美学と称されるほど、一部に熱狂的なファンを獲得。この間、映画制作の仲間のソネ中世、 大和やつ紙、木村武雄らと脚本家グループ、九流八郎を結成。1967年には、獅子土城支援の殺しの楽園を発表するが、日活社長、堀久作の激凛に触れ、翌年同社を追われた。これに抗議したファンや映画関係者は、鈴木清順問題共闘会議を結成、デモを行うなど、一時は社会問題に発展した。 1968年、シネクラブが企画していた、鈴木清潤作品37本連続上映会、絵のフィルム貸し出しを日活が拒否したことに橋を発し、鈴木は日活から解雇された。これが、当時の日活社長、堀久作の、わからない映画ばかり作られては困るの発言による、鈴木清潤解雇事件である。裁判事件となり、川、北和子などが、 鈴木清順問題共闘会議を結成して、鈴木を支援し、1971年12月に和解した。この間鈴木は映画を制作しなかった。ジャーナリストの竹中勤が1974年に映画が撮れるよう鈴木を東映に橋渡ししたが、東映の幹部が岡田茂東映社長に企画をあげるまでに全部潰し、唯一通った。 武田哲也映画初出演を予定していた母に捧げるバラードは鈴木監督の映画復帰作として公表されたが、東映での初主演をオファーされていた岡田祐介が脚本を読み、父の岡田茂東映社長ともめ、企画が潰れた。九百七十五年一月には TBS の林吉夫の企画による渡哲也、菅原文太、原田吉夫ら映画俳優のコンサート、 歌を銀幕スター夢の共演に出演し、麦と兵隊を歌った。1977年小畜で、奇襲物語でカムバックを果たす。同年から放送された、テレビアニメ、ルパン三世、第二シリーズには監修として携わった。1980年には、内田百の、サラサーテの番を原作とした、チゴイネルワイゼンを完成させ、プロデューサー・新と源次郎の試みで巨大なテントを、 会場とした上映方式で興行した。10年間の鬱屈をすべて晴らすように、一切妥協しないという創作態度で挑んだ、この作品は、キネマジュンポベストワン、芸術戦消文部大臣賞、日本アカデミー賞最優秀賞作品賞及び監督賞を獲得。ベルリン国際映画祭に出品されるや、国外の映画関係者に激賞され、 ベルリン国際映画最新サイン特別賞を受賞する、快挙な成し遂げ、国内外で高く評価された。またこの受賞を機に、聖順が世界的に知られるきっかけとなった。続く、翌年の、影ローザモキネマ順法ベスト103位に入賞するが、以降、作品発表間隔が大きく開くようになり、この両年に大きく盛り上がった、再評価ブームは維持できなかった。 1984年、カポネ大いに泣くで、一般劇場映画に復帰。また、1985年に公開された、ルパンシリーズの劇場映画第3作、ルパン三世バビロンの黄金伝説では、監督を務めた。1986年、鈴木聖純全映画が刊行され、今まで聖純を知らなかった人にまで話題を呼ぶ。1990年、夢路で、 セゴイネルワイゼン、影ローザと続く大賞三部作が完成。同年史受報賞受賞。この九百997年に47年間、連れ添った妻と死別。その後、しばらく監督業から遠ざかるが、2001年に10、数年ぶりに再びメガホンを取ったピストルオペラは、第58回ベネツィア国際映画祭で、 偉大なる巨匠に捧げるオマージュの盾受賞をはじめ、スペイン、基本国際映画祭等世界各国の映画賞を受賞し、過去の青純作品もリバイバル上映されるなど話題を呼んだ。この時期以降十数年間、ピストルオペラ、プロデューサー小倉悟が代表を務める小倉事務所が、青純のエージェントを務めた。2004年頃、48歳年下の女性と再婚。 2005年には、構想20年、再びプロデューサー小倉悟るとく中国の女優ちゃん、追悼主演の大作、オペレッタタヌキ御殿を監督、カンヌ国際映画祭で、栄誉上映特別招待作品として招待された。またヤギヒゲの遮奪な風貌で、俳優としても、ムー一族、美少女仮面、ポワトリン、道しるべ、ひまわりなどのテレビドラマや、ヒッポクラテスたち、 不夜城などの映画にも出演している。2006年に第24回側北賞受賞。2010年山地文子文化財団特別賞を受賞。2017年2月13日午後7時32分、慢性閉塞性肺疾患のため都内の病院で死去。93歳坊打つ。2005年のオペレッタタヌキゴテが遺作となった。自作として、室尾再生の小説。 密の哀れの映画化の準備が水面下で進んでいたが叶わなかった。キネマ旬報2017年4月下旬号で追悼特集が組まれた。他にユリー歌手と批評特集追悼鈴木清順がある。ありがとうございます。